スタート。監督の太田です。8月15日、終戦記念日が近づいてきましたね。でということはこう、今77年前の日本は今頃まだ戦争してたわけですよね。といっても全然ピンとこないし、なんか映画で見ると戦争かっこいいなみたいなね、若い人たちは思ってるだろうしっていうふうなことでね、それとおまけに僕の新作映画、乙女たちの沖縄戦っていう映画も、間もなく公開なので、ちょっとそう戦争の話してみます。で、ちょっと前に話したあの令和新選組が、あの時に、ゼレンスキー大統領の演説中継された時に、唯一、スタンディングオベーションしなかった党で、でなんでしなかったかで、なぜそれが正しかったか、他の党はみんな拍手してますね、大体上がって正しかったかって話を、2回に分かってしましたよね。でそれは結構好評で、ちょっとそこから話しましょうか。でまず第一に、今ロシアとウクライナが戦争している、片方に非難決議、ロシアの方にして、で片方のウクライナの大統領は中継して、国会議員がみんなでその、演説を聞いて、でスタンディングオベーションしたっていうのは、要はもうあのウクライナ頑張れ、ロシア負けろと日本政府は言ってるのと同じですよねっていう。でそれはおかしいでしょ。で両方に戦争はやめろっていうのが筋じゃないかっていうのが、まあ令和のあのまあ主張だと思うんですけれども、でそれはその通りだと思ったっていう。でもそうすると次に出てくる、いう人たちっていうのは、でもね、先に手を出したのはロシアだよ、ロシアがね、プーチンが悪魔なんだ、プーチンが世界征服を企んでるんだよとかって言って、だからね、ロシアが悪い、ウクライナ頑張れになるんだよとか言うんだけど、でもそうでしょうか、戦争はっていう話しましたよね。だから先にあの手を出させておいて、だからね、太平洋戦争がそうですよね。日本が先に手を出してますよね、ハイワイ攻撃した。じゃあ日本が悪かったのか。でもその後結局原爆を落とすは、沖縄でひどいことをするって、アメリカ軍は大概なことをもう虐殺行為ですよね、もうあの戦争という名の。そういうことをあの民間人いっぱいもう皆殺しにしてますからね、っていうふうなことをしているアメリカが、じゃあ正義だったのか正しかったのかっていうふうなこともあるんで、だからそれは考えていかないといけないという。でまた、アメリカっていう国は、やられた、先に行ってあいつが手を出したんだ、こんなにやられたって言って同情を買って戦争を始めるのが得意、ベトナム戦争、トンキワン事件がそうだったし、でピックスワン事件に関しては、そういうふうな相手の国の人間を使って攻めさせている。だからあれはもうあの国内のね騒乱なんで、お話は関係ないですよとか言いながら裏で人引いてるみたいなことをやってるので、でそれの注意して見ていかないと、ロシアウクライナっていうのも見誤りますよっていうふうなことを言ったんです。もう一個あるんですね。でこれちょっとさっきの話から全部あのね僕の内容かかってくるのでちょっとお話しますけれども、戦争っていうのはね、僕は昔子供の頃は、2つの国が話し合いをして、話し合いでことそういう交渉でできない、決裂した時に、あでも殴り合うしかねえじゃんっていう風なことで、戦争になるっていう風に思ってたんですけど、どうもそうじゃなくて、特にアメリカという国は戦争することで儲かる、まあ、アメリカだけじゃなくて日本もそうなんですけどね、アメリカの話前回したので言うと、例えば日本も昭和恐慌といって、昭和にものすごい恐慌があったんですよね。もう本当大変な時代で、それを打破するために日本は中国と戦争を始めるんですよ。で戦争を始めると景気が良くなる、で儲かる、当時で言うと、植民地になって、いろんな形でこう日本のそういう収益を増やしていけるっていうふうなことがある。それで中国と戦争を始めるんですよね、っていうふうなことがあって、で、それが、流れでいって結局太平洋戦争につながってくるんですけれども、だからあれも結局そのアメリカは、日本と中国と戦争してるのをあれを止めるためにね、我々は動いてるんだとか言いながら、そうじゃなくて、でそれを利用して中国アジアを助けるとか言いながら、日本もそうだったんですけどね、言いながら日本を手に入れたかったんです、アメリカは。でそのためにこう正義を掲げてやらないと国民が支持してくれないからということで、やってただけです。で日本は日本で、で、実際イギリスとかフランスとかっていうのは植民政策で、アメリカもそうですけれども、結構アジアをここに侵略行為をしてたんですよね。でそれを助けに行くんだ、アジアの解放だって言ってるんだけれども、実は日本もそれに一丁噛みたかったっていうのが本音のところで。
だから結局戦争するときっていうのはそういうふうなね、共産主義を止めるためだとか、アジアを解放するためだとか、なんかそういうふうな弱い国を助けに行くためだとか言いながら、実は全部裏に別の理由があってねっていうふうなのがもうやっぱここしばらくのっていうか、もう本当その頃からのほとんど戦争がそうだっていうのがあります。だから戦争しているから他先に手を出したから悪いとは言えないんですよ。だったらもう太平洋戦争は日本が悪かったのかっていうふうな、でそれもじゃあアメリカが悪かったのか一言で言えない、いろんなことが思惑やね、策謀が絡み合ってるの でそれをちゃんと見ていかなきゃいけないっていう。だからロシアが先に手を出したからロシアが悪いとかね、いうことは言えないし、でも戦争しているどちらの国も問題があるしやめろっていうことは基本的に大切っていうね、片方だけを応援すべきじゃないっていうふうなのがレイヤー新作の、主張であり、僕はそれが正しいと思うんです。っていうのはね、いろいろ僕もこの映画、戦争映画、戦争ドキュメンタリーを作ることでいろんな戦争を勉強したんですけれども、いやーまあね、ほんとね、映画びっくりですよね。映画っていろいろこう CIA が暗躍したりとか、謎の秘密組織がとかって言って、いろいろそういう、裏事情があって、っていうふうな話ありますよね。で、現実も同じなんですよ。それはただニュースで、ね、伝えてくれないだけであってっていう。で、まあ、であったとしてもね、後でバレてきて、それは結局報道されるんですけれども、それで一番有名なのは、何かって言ったら湾岸戦争。湾岸戦争っていうのは、イラク軍が、クウェートに侵攻していく。今で言うと、ロシアがウクライナに侵攻したのに、ちょっとまあ似てますよね。で、それを、イラク許せないっていうことで、多国籍軍を作って、イラクを攻撃して、撤退させ、後で今度はイラク戦争でイラクを徹底的に叩いてアメリカが中心となって、でその、まあ、リーダーである、フセイン大統領を、まあ、処刑して、でイラクを、そういうふうな独裁者から解放したんだっていうのが建前ですよね。でもその後、その戦争が終わってから報道が、いろんなことがバレてきまして、で一番最初に、実はね、イラクはアメリカ大使館に対して、我々はクウェートに侵攻するけどいいですねって聞いてるんですよ。だときにアメリカ側は、いや我々は関知しないって言ってるんですよ。だからどうぞ戦争してください、侵攻してくださいっていうのを認めてるんですよ。ダメだとかね、そんなことしたら我々が許さんぞとか言わずにどうぞってあったんですよ。で侵攻していったんですよ。まあ、そこがまず問題ですよね。でそれで侵攻しだしたら、許さんぜよフセインさん、あんた飽きませんでそれはとアメリカ言い出すんだよ。国連で、そのクウェートから逃げてきたナイラという確か10代の少女が、そのどんなことになっているかっていうのを証言するんですよ。クウェート人のナイラさんが、もう10代のね、なんかもう 見るからにもなんか本当けなげな女の子っていう子で、でその子が言うには、その子はそのなんか病院で子供病院で働いてました。で赤ちゃんとか産婦人科の病院かなんかだったと思うんですけど、でそこに哺乳器に、保育器に入った赤ちゃんがたくさんいて、そこにイラク軍が乗り込んできて、その赤ちゃんが入った保育器を床に叩きつけてみんな殺してしまったというのを涙ながらに語るんですよ。でそれを聞いた全世界の人たちは、イラク軍許せん、なんでそんなひどいことをするんだ、イラクを止めなきゃいけない、イラクをもうやっつけなきゃいけないということで、アメリカを中心とした多国籍軍が結成されて、行けイラク、クウェートの人子供たちを救えって言って行ったんですよね。でそれで聞いたらひどいと思いますよね。なんでそんなことするんだっていう。でまあ、イラクは結局、まあ、途中撤退するんですよね。でその後にイラク許せんぜよっていうので、結果的にイラク戦争で、フセインを追い詰めて捕まえて処刑してしまってっていう風なところまで行くんですけど、いやそれでよかったよかった、ね、独裁者、そういうなんていうかな、侵略者であるフセインがいなくなったことで世界は平和になった、目立たし目立たしっていうね、ヒーローものとは違う。でそこのナイラ、少女ナイラが、実はその人は、クウェート人だけれども、クウェートに生まれじゃなく、もっと言うとアメリカ生まれで、クウェートには行ったことがないんですよ。でどうもそのアメリカにあるクウェート領事館の関係者か、まあ、領事だったかの娘だったっていう。だからそう考えてみたらね、英語めっちゃうまいんですよ。でなんでそんな英語めっちゃうまいね、もうすごく、まあ、その中継も僕はあれでニュースで見ましたけれども、あんだけ英語うまい人がクウェートで、
そういうふうなその産婦人科がある病院で、まあ、看護婦さんとして働いてたっていう、っていうのに僕はあの、大学アメリカだったので、USC って南カリフォルニア大学っていうと結構ね中東の人たちがね留学来てるんですよ。サウジアラビア、イラン、イラク、それからそれこそもクウェートっていう。でなかなかその辺の人たちと日本でもね会うことないですからね。でおまけにイランとイラクは当時あの僕が留学の戦争してたんですよ。そのそれぞれの国がアメリカでは、まあ、仲良くクラスメートとして授業を受けてるっていうねいうのがあってね、なんか不思議だったんですけれども、でそこでね、そのクウェートから来たでイラン、イラクっていうのは、サウジアラビアっていうのはやっぱりそういうすごい戒律が厳しくて、でそれはこのショールをかけて、そういうなんていうかな、あの男性と簡単に口を聞いちゃいけないとかっていうモスラムですよね、いうふうな戒律とかって一応厳しいんですよね。でそれに対して、クウェートは割になんていうかな、あの自由な国 で女性も別にその T シャツにジーパンでねあの歩いてて、あのマリアンっていうクラスメートだったんですけど、20代の女性がもうハローみたいな感じで、いや同じ中東でもねだいぶやっぱ違うんだなっていうのを思ってた。とはいえ普通にねあの彼女も英語がめちゃめちゃうまかったってわけじゃないし、だからこう国としてこう英語教育やってる国ありますよね。だからそこの国民ほとんどが英語喋るっていう、フィリピンなんかは英語喋る人多いですよね。でじゃあ香港はずっとイギリスの統治だったからそうかと思うと、その返還される前に僕は行ったんですけれども、まあ、どこ行ってもね、まあ、ほとんど英語通じないっていうか、ね、ほとんど人できないっていう、でちょこっとできる人がいてもね、あのまだ僕の方がマシだみたいなねのがあって、だからあなんかそう外国でそう思ってて、もう外国日本でそう思ってても実はそんなに実は英語教育があの非常にしっかりしているとか英語を話せる人がたくさんいるってことじゃないんだなっていうのを思ったんですけど、同じようにねあのクウェートだって、みんなが英語できるわけじゃない、むしろ多分できないんだと思うんです。だからこそ留学してくるっていうね。で英語の授業を受けてましたけれども、そうするとそこ の、あの、ね、産婦人科の、ね、子ども病院 の、あの看護師さんがそんな英語ペラペラなわけないよなってい いうのも最初に引っかかったんですけど、で考えたらそのアメリカクウェート大使館の娘、アメリカ育ちクウェート行ったことないって考えると英語うまいのは当然なんですよね。だから嘘だったんですね。で実際そういうことを見てきたっていうのは、でそれはその後に視察団が行って調べたら、病院にイラク兵が乗り込んできて子供を殺した形跡って一切なかった、どこにもそういう痕跡も、事実もなかった、嘘だったんです。でおまけに証言した方もイラク、クウェートに行ったことがないっていう、でおまけに領事館の娘だった、でその後その子ナイラは行方不明、どこに行ったかわからないんです。でさらにその国連でそれを発言して、っていう段取りをしたのがアメリカの、広告代理店、まあ、日本でいう電通とかね博報堂みたいなとか、それが全部確かね50億円だったか100億円だったかで受注されて仕切ったんですよ。なんでそんな芝居する必要があったかって言ったら、アメリカ全世界をの世論をあのこっち側に持ってくる、つまりイラクは許せんぜよ、イラクは最悪じゃ、フセイン倒せっていう世論を世界的に作るためだったんです。でそのためにこのフセインっていうのを悪人に仕立てて、で実際にイラク軍がやってないようなことを、嘘の証言をその少女にさせて、で世論を誘導したわけです。でまあ大体ね気をつけなきゃいけないのは、そういうふうに女性、それから子供、動物、お年寄りとかっていうのをかわいそうですねっていう時ってね、結構ね誘導する手口であることが多いです。だから、うん、あとあれですね、例えば、アメリカでいうと白人ではなく黒人、だから白人がひどい目にあるより黒人がひどい目にあって差別されたっていう方がみんなやっぱりあの許せないってことになるんですよね。だからそういうのをうまく使って、まあ、利益を得ている、あるいは何かそういう、世の中はうまく誘導しているような、グループもあります。だからね非常にね巧妙でね、あのそれあかわいそうとかね、あそれ許せないっていうのは気をつけないと誘導であることが多い、罠であることが多いんです。でまさにそれがそうだった。でさらにね同じ湾岸戦争でいうと、新聞に大きく出たこう鳥がね、鳥がもう油まみれになってこう海のそのなんていうかなにこう佇んでいる、で海も油まみれになっている、でそれは、イラク軍が、クウェートの
原油のバルブを開けて海に原油を流して海を汚した、汚染した。その時にもうドロドロになってしまった鳥がいたっていう風な写真が出て、でそれを見た時に、あ、なんてひどいことするの、鳥さんかわいそうとか思って、で、それも結構そのナイラ証言と同じように世界中の共感を得てね、イラク許せないなったんですけど、それも偽物でした。で別にそれイラクじゃない、クウェートの海ではなく、どこかの海で、撮られた、まあそれはもうやらせかもしれないし、クウェートではないところで撮られた写真だったんですよね。だからそこ動物ですよね。さっきは子供、少女、っていうね、あと女性とかね、言うと、大体そういう人たちがなんかそういうふうな、かわいそうな話した時ってめっちゃ怪しいしね、まあ大体やばいことが多いですよね。みたいなことで、要は、その、フセインを、悪の帝王に慕ってあげて、あいつ許せんっていうことで攻撃して、で戦争を起こした。でそのことによって、あの時日本はさすがに参戦っていうか、自衛隊は送ってない、その戦争自体に、ね、送ってないけれど、アメリカに何百億円何兆円だったかなって支援してますよね。でその時に、確か日本の政府がそれ野党に突っ込まれた時に、いやあれはねアメリカに送ったのではなくって多国籍軍に、対して送った金だとか言ったんだけど、あとでアメリカでなんかね新聞広告が出て、日本ありがとうってアメリカがいただいたでフフフとは書いてないんだけどね、どうかアメリカがもらったってことを新聞でも広告出しちゃったんですよ。だから結局要はそれによってアメリカの、軍需産業が儲かってるんですよ。で爆弾作ってるところ、飛行機作ってるところ、でそういうところに金を払って、そういうふうな新しい武器を買って、でそれでアメリカ攻撃に行ったわけですから。だからそのことによって、アメリカの、そういう軍需産業、ミリタリーコンプレックスは大儲けしてるんですよ、そのイラク戦争で。でそのために100億円ぐらい払って嘘の証言させて、みんなこう世論を動かして戦争できる、安いもんだぜ、みたいなのが湾岸戦争の、実は裏側っていうね。でそれ聞いてる人で、今聞いてる人で思いましたよね、フセインは悪の帝王だ、許せない、あいつは侵略者だ、子供たちをね、そういう子供病院を攻撃した、もうそれはもうね許せんぜって思うんですよね。今のウクライナ、ロシアでもそういう話ありませんよね。なんかそれもまさにこう、産婦人科だったかな、お腹の大きな、お姉さんがこう避難してきて、そこをこの病院を攻撃されたとか言って、でそういう、民間のアパートを爆撃したとか言って、まあそれ本当かもしれないけれども、そのやっぱりね湾岸戦争の時の記憶からすると、いやそれもなんか同情を引くためのなんか罠、誘導じゃないかなと疑わなきゃいけないと思うんですよ。でその中野家のお姉さん死んだって言われてたけど死んでなくて、で結局なんかソ連じゃないロシアかなんかに保護されたかなんかで、そこでインタビューを取って、でいや全然私は爆撃なんか知らなくて、でなぜかもうカメラマンが来ていて、で取材されてとかって言ってて、まあそれも捕まって、お前言わんと後で痛い目に遭うでって言って言わされたのかもしれない。でもしかしたらその人が普通に素直にそれを答えていて、本当にそれ準備されたものかもしれない。だからその時のこう運ばれていく、まあその人じゃないような気がするんですがね、妊婦の写真とかってね、なぜかこうすっごい寒さに、もう防寒の来た 軍のその何て言うかな、医療部隊みたいな人たちがタンカーに乗せて運んでるんだけど、でその女性だけがなんかね毛布もかかってなくて、お腹が大きいのが見えるようになってるんですよ。毛布とかかかってよく分からなくなっちゃうからかもしれない。でそれでいてこう半袖のなんかセーター着ていて、でもう顔そっち向けてるところ写真撮ってるって、いや実にこう映画絵なんだよね。実に見事、顔もこう向いていたら女性って分からないし、お腹が大きいこと分かるためには毛布かけたりしていけない。でもほんと防寒のあったかいこう、ね、そういう制服着た軍人みたいなの囲んでいて、この写真もやらしいなとか思って、だから疑っていくと、あれあれまだどちらが正しいどちらが悪いとかって決めちゃいけないなっていう、でそういうどちらも嘘ついてるかもしれない、まあ、戦争ですからね、戦争でそういう嘘を言って同情を得て、で優位に立とうとするのは戦争の中の一つだから、戦闘機使って攻撃するのも戦車使って攻撃するのも同じように、そういうふうな嘘、ディスインフォメーションを流して誘導するのも戦争なので、それがいいとは言わないけれども、それは当然あると思わなきゃ。でもう一つ言うと、例えばね、さっきの言って、フセイン許さない子供たちを殺すなって、こいつ悪魔だ。今みんな言ってますよね。プーチン悪魔だ。世界を侵略しようとしている KGB の末裔だ。とか言ってますよね。
で、それも結局フセイン、まあ、フセインはねちょっとあんま勉強不足であれですけど、あのカダフィ大佐って言いましたよね。もうなんかさ独裁者だって言われて、でもカダフィ大佐は地元の国では、英雄ですからね。教育費無償、結婚した人にはなんかね50万円のプレゼントとなんか車1台とかね、いう国民のためにものすごい国民が喜ぶいい政治をしてた人なんですよ、カダフィ大佐。でそいつはもう僕も最初知らなかったんで、あいつは悪人だ許せないって言って、独裁者だって言って、でも地元では英雄だった。でフセインもどうやらそうだったというふうな話があって、だからそう考えてみたら、いやプーチン悪魔だ独裁者だ許せないとか言ってるのも、いやなんか同じノリで、結局ロシアを攻撃したい人たちがもしかしたらウクライナに芝居をさせてやってるんじゃないかなという。まあでもロシア先先制攻撃したのはロシアだってことはロシアも認めてるしなみたいな、ね、分からないところ。でも今度分からない段階でやっぱ応援はしちゃいけない。で少なくても、武器を送ったり支援するべきじゃない。やれることは両方止めることだと思うんですよ。でもそんな風に戦争っていうのは非常に巧妙に、国民を誘導して、日本もそうですからね、だからこの沖縄戦の時、乙女たちの沖縄戦では白梅学徒の皆さんに、インタビューして、で当時まあ看護学徒として、そういう野戦病院に行って傷ついた兵隊さんたちを治療したりするのに生かされて、まあ、姫入学徒なんかと同じで、実は姫入だけじゃなくて瑞泉とか白梅とかたくさんあって、で男の子たちは血筋の隊って言って、もうほぼ軍と同じようなことをさされて戦場に連れて行かれてたんですけど、でそういう方々にインタビューした時言ってたのは、もう本当に小学校の頃から、だから今92歳なんですけど、そのインタビューした方で、まあ、戦争が始まった頃っていうのはまあ小学校だった、もう日中戦争も始まってますから、でそういう時に、例えば先生が学校行くとね、先生が今日はね、日本軍が真珠湾奇襲をし大成功しましたって言ったら、生徒たちがみんな立ち上がってわーっとスタンディングオベーションしたんですって。まあその当時スタンディングオベーションとか言うんですっていうね。でそれをその女性が言うには、あの頃は本当そういうこと知らずに、もう日本は神の国だって、でそういうふうな日本は正しいことをしてるんだって子供が教育を受けてるから、そこで敵をやっつける攻撃して勝利するってことが素晴らしいことなんだっていうふうに私たちはもう教え込まれていたから、だからそこで喜んでしまった。でも考えたら、そこで真珠湾で、兵隊さんだけじゃなくて民間人一般の方々もいっぱい犠牲になって死んでいってるわけ。でそれを知らない私たちは、想像もしなかった私たちは、そこで立ち上がって拍手喝采したんですよって言ってた。なるほどなと思ってね。だから戦争でふっと起きるんじゃないんですよ。そういうふうに国民を巻き込んで、我々は正しい戦いをしているっていうふうな、もう誘導戦の印象操作をした上で国民の協力を得てやっていくんですよ。だからアメリカも、うわ真珠湾でやられた、ひどい、日本ジャップは許せない、リメンバーパールハーバー、アメリカ人一致団結して日本と戦おうっていうことで国民の支持を得たわけ。それまで、ね、アメリカ国民は、日本どこにあるの、ジャパンってっていうね、ああいうふうなパートオブチャイナだろうとかってみんな思って、いまだに思ってる人いますけどね、いうふうなところで、そういうまとめてするからこそ、軍備に巨大な税金を投入することができるわけで、そこから始まるんです戦争。だから非常にね、戦争っていうのはそういうもうずる賢い、もうね、非常にもう本当に卑劣なやり方をたくさん使って進めていくものなんですよね。だそれをこう知らずに、こうね、そういうかっこいい映画だけ見て行ってまいりますとか言ってね、日本守りますとか言ってると、おおすごいな、かっこいいな、宇宙戦艦ヤマトみたいだな、古代進む行ってまいりますみたいな、いやそうじゃないんだよっていうね。ね、ガミラスから優勢爆弾来るからね、やっぱガミラス戦う、ヤマトでさえもね、結局ガミラスも生き残るために戦おうとしてたっていうオチがあってね、まあ日本のアニメらしいなってあるけれども、でもそのかっこいい戦うところだけ ね見て、なんか戦争かっこいいなとか、でその、プーチンを見て、こいつらザビキと一緒だって言われた、ギレンザビだこいつはとか思ってねマニアックなガンダムですけどみたいな、そういう考え方しかやっぱ戦争知らないからできないんですよ。でそういうのすごく乗せられやすいっていうね。だからその意味でも、令和新選組に戻せば、この段階でわからない、もしかしたらすごい巨大な計画でプーチンを悪者にして、ロシアを攻撃したい人たちがやってることかもしれないし、
でもしかしたらプーチンが、本当に世界征服しないと思うんだけどな、何らかの理由で侵攻したっていう。でそれはそれで良きことではないですからね。だからそれが分からない段階で片方だけにスタンディングアウトでしょ。それはもうこのね、体験した戦争体験者の方にね、聞いた、ね、小学生が立ち上がって拍手した、日本軍すごい、C1 大勝利とかっていうのと、ゼレンスキーに対して国会議員、小学生じゃないですよ、国会議員が立ち上がって、ゼレンスキー大統領素晴らしい。で、出てきた後自民党のね、女性議員がね、もうその愛国心に私は胸打たれましたとかってね、愛国心で戦うこと、だってゼレンスキー言ってますよね、最後まで戦うぞとかね、希望する者にはね、一般の庶民であってもね、庶民とは言ってない、一般市民であっても武器を配るとか、それって沖縄戦と一緒ですよ。さっき言ったように17歳の高校生を、戦場に、女子看護学学徒として連れていく、もう、それが中学生高校生の男の子たちを、鉄血勤労隊として連れて行って武器を運ばせたり、もうそれこそ突撃までさせてますから、みたいなことをして、多く沖縄県民投資の4人に1人が死んだっていう、もう大変な戦争、地上戦をしたのが沖縄戦であって、でそういうことと同じことをそのゼレンスキーは言ってるわけです。それ同じことって、まあ、かなり近いことを思わせることを言ってるわけですよね。だから僕はやっぱ沖縄戦勉強してた時はもうゼレンスキーのことはすごい自信ができない、かといってプーチンがそういうふうなが本当にそうかどうかっていうのはまだわからない。だからこそ片方だけに非難勧告をして片方にスタンディングオベーションするようなことはすべきでないっていう、令和新選組正しいなと思う。それとは別に、やはり戦争っていうのは結局そんな風に非常に巧妙に国民を巻き込んで、気がついたらもうね、我々が正義だ、あんな悪いやつやっつけろになってしまっているっていう。だから太平洋戦争もそうですね、米英鬼畜とか言ってね、アメリカ人が鬼だとかって言ってやってたわけですからね。でまあその話するとなるかっていう。だからそういうことをね、僕は幸いこの映画を作る、ことがあっていろいろ勉強して、その前にこう沖縄戦全般を描いた、ドキュメンタリー沖縄戦っていうのもあって、まあ、ちょっとだけ宣伝させてもらうと、この映画は、こちらはね、前作でも3年前の映画なんですけれども、今 DVD になってます。だから DVD で、Amazon なんかで買えます。で、あと、Amazon プライムで400円ぐらいで、見ることもできます。だから別に買わなくても見ることはできます。Amazon プライムで見れます。で、さらに、名古屋、東京、京都では映画館でリバイバル上映されます。で、まあ、この映画やってる同じ映画館の、まあ、3館だけなんですけど、そここの3館はぜひこちらもやりたい、うちでやりたいっていうので、これとこれを、まあ、2本続けて、あるいは日替わりで上映してくれてます。でこちらの方は、東京を中心として全国7館大阪、京都、横浜、沖縄で、上映されます。8月のね、東京が8月の2日、沖縄、横浜、が6日かな、なんですけれども、まあね、そうそう、東京はね、8月2日は、こうキャストと一緒に、僕は舞台挨拶します。東京写真美術館という、恵比寿にね、あるところ、僕行ったことないんですけれども、そこでやってくれます。で、それがね、その会に行く。で、いうのは、これね、実は、ドキュメンタリー、3分の2がドキュメンタリーですけど、3分の1がね、ドラマ、再現ドラマなんですよ。で、そこにこう役者さんが出て、当時のその沖縄戦の病院号、この白梅学徒たちが働いていた、勤務した病院号の部分を30分の再現ドラマにして描いています。だから証言ももちろんものすごく心刺さるお話がたくさんあるんですけれども、やっぱり実際それ映像にして、当時17歳の女の子たちがどんな思いをしたんだろう、どんな体験をしたんだろうってことをやっぱりドラマにすると分かりやすいっていうのもあるので、これドラマにもしてます。でそれの2時間の映画で、本当ね、ぜひ見ていただきたい。だから本当にね、僕がこれ作ったからいろいろ勉強しましたけど、これ見ていただければ、あ、戦争ってこうなんだ、あ、そんなかっこいいもんじゃないんだっていう。で、一部の政治家や一部の金持ち企業、会社が金儲けするために起こすのが戦争なんだっていうことが見えてきます。そんな正義の戦争とかね、愛国心とかじゃないんです。金儲けなんです。金儲けのためにいくら人が死んでも構わない。そのことで武器が売れるし、金が儲かるし、で、新しいね、土地が入るし、植民地があって、で、そこにまたうちの国の会社を送り込んで、金儲けすればいいんだっていうのが戦争です。だからそういうことをちょっといろいろ考えてもらう作品になったので、ぜひ見ていただきたいということで、ちょっと戦争の話、8月15日近いのでまたやっていきたいと思います。では、
から2番目ね、これ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 にこれ体験を語ることでできるのはおそらく竹森さんと私ぐらいじゃないかなと。もう小さい時からお国のため、お国のため、その手術直前に亡くなってるんですよね。こんなしても泣いてしまうので、足は薬つけただけでダメ、切断です。ここから切れて、もう傷跡にウジがお尻をこんなにこんなにしてもこもこもこも、それをもうピンセット持ってて、あんまり歩けない兵隊をですね、一応口封じをして殺すことを処置と言ったんですよね。軍隊では処置すると言ったら殺すことなんですよ。結局死ねない人はもう自由で。最後に言っておきます、米軍に見つかり捕まった時は、うわっ、黒ゴミだって、ゴミ死ぬんじゃないぞ。